お祝いのアイテム選びにお困りではありませんか？今回はお子様向けの贈り物など、この季節にぴったりのキッズおめでとうをテーマにバラエティ豊かにお届けします。それでは週刊夢くるプレス、スタートです。週刊夢くるプレス、テーマはキッズおめでとう。まずはどんなアイテムが登場するんでしょうか。2階マザーガーデン&ペットパラダイスからのご紹介です。生活雑貨を中心にほっと心温まる野いちごをモチーフにしたなごみのお店です。雑貨コーナーでは女の子とお母さんの触れ合いをテーマに、木のおままごとや世界人形などのチーク玩具を、ペットコーナーでは愛犬と愛犬家のためのなごみ、癒し、励ましのライフスタイルを提案しています。マザーガーデン&ペットパラダイスがおすすめするキッズおめでとうアイテムがこちらの野いちごキルトレッスンバッグです。肩掛けショルダー付きのこちらのアイテム、ランドセルを背負ったまま肩に掛けられるようになっています。便利な内ポケットのほか、ネームタグもついて安心。学校や習い事に通うお子様に嬉しいアイテムです。他にも色柄違いのうさももちゃんシリーズもご用意しています。シューズバッグやリュックサックも取り揃えてあるので、お子様の持ち物の目印としてもお揃いの柄のシリーズで揃えてみるのもいいかもしれませんね。野いちごキルトレッスンバッグは2階マザーガーデン&ペットパラダイスでお買い求めいただけます。続いてのキッズおめでとうアイテムは2階タオル美術館からのご紹介です。愛媛県今治市で誕生したタオル専門店のこちら、素材、織り、デザインにこだわった贅沢なタオルを豊富なラインナップで取り揃えています。タオル美術館からのご紹介がこちらの夢もくもくです。とっても可愛らしいデザインですよね。白地にパステルカラーのクマやお城などの可愛らしいイラストが入ったこちらのアイテム、ウォッシュタオル、フェイスタオルにループがついていて、幼稚園、保育園のお手拭きにぴったり。オーガニックコットンを使用しているので肌触りが良く、赤ちゃんにもおすすめです。無料でネーム入れができるので入園祝いのギフトとしてもおすすめですよ。カラーはブルーとピンクの2色をご用意。夢もくもくは2階タオル美術館でお買い求めいただけます。続いては魅力あふれる生活雑貨が並ぶ2階キャンパスからのご紹介です。かわいい雑貨たちに出会えるお店キャンパス、第2の学校をイメージしたかわいい店内にはワクワクするようなバラエティ雑貨がお店いっぱいに並んでいます。女子力アップのアイテム選びにもおすすめの生活雑貨店です。キッズおめでとうをテーマにぴったりなアイテムが数えきれないくらいたくさんあるこちらのお店から今回ご紹介するのが、マジックペンケースとナップサックです。両面開きで便利。マジックペンケースは鉛筆削り付きで、消しゴムと鉛筆の間の仕切りや鉛筆が折りにくい設計など多機能で新1年生に使いやすい作りになっています。キャラクター柄も多数あるので好みに合わせて選べるおすすめペンケースです。そしてこちらのナップサックは体操服入れとしても使える便利なサイズです。内側にはネームラベルもついて安心。小さなお子様がきっと気に入る柄もたくさんご用意しています。お出かけに持っていくと気分アップも期待できますよ。キャンパスではこちらの他にも人気キャラクター柄や機能性を重視した商品を盛りだくさんで揃えています。お子様へのギフト選びにはぜひ立ち寄ってみてくださいね。マチックペンケースとナップサックは2階キャンパスでお買い求めいただけます。キッズおめでとうアイテム、最後は T シャツアートを発信する T シャツ専門店、2階グラニフからのご紹介です。グラフィックを中心としたオリジナル T シャツをリーズナブルなプライスで展開。毎週リリースされる新作デザインの他にも、国内外のアーティスト作品、映画、アニメ、キャラクターなど多様なコラボレーション T シャツもリリースしています。
200デザイン以上のバリエーション豊富なデザイン T シャツ、オリジナルワンピースなどをご用意していて、カップルやファミリーでお楽しみいただけます。フラニフからのおすすめがこちらのリバーシブルカーディガンです。フラニフオリジナルキャラクターのコントロールベアをモチーフにしたカーディガンです。表面はブルーグリーンで、裏面にはボーダーと2通りの着こなしを楽しんでいただけます。ボタン1個1個の配色が異なり、カラフルで可愛いデザイン。両面ポケットもついたおすすめアイテムです。模様が派手なインナーに羽織られる際にはブルーグリーンを、インナーがシンプルな際にはボーダーを着るとバランスが取れていいそうですよ。ブルーグリーンとホワイトにブラックのボーダー、リバーシブルカーディガンは2階グラニフでお買い求めいただけます。今回はキッズおめでとうアイテムをテーマにお届けしました。お子様にまたはギフトに、せっかくなら通園通学が楽しくなるアイテムを選びたいですよね。お子様向けのアイテム選びもぜひ夢タウン久留米で楽しんでくださいね。お買い得情報盛りだくさんでお届けする週刊夢くるプレス、次回もお楽しみに。